たける心を殺すことある。今回の動画は千葉県の高橋弘武さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。あの人が部屋を出てからこの退屈な街に二度目の冬、僕はまだ思いの炎を消せずにくすぶっている。一人では愛してる証さえ曖昧で切ないだけ、二人では優しく見守ること、続けられない。もう一度会いたいと願うのは痛みさえ愛しいから、ときめきをなくした永遠より熱い刹那を。あ、アクさんの、あ、シャーマンさんの、あ、そうです、そうです、あ、よろしくお願いします、すみません、はい、ちょっとじゃあここだとあれだから外行ってもいいですか。はい、でもちょ、雨やみました、雨やみました。お浜海岸に行った方がいいと思いますよ。あ、いいですか。うん、私先導し先進みます。いや、いいですか、お浜海岸。はい、日没が7時20分ごろ。あ、じゃあ大丈夫ですね。まだ真っ暗ではないです。へぇ、はい、お名前は何とおっしゃるんですか。みたいと思います。あ、みたいさんご本人ですか。あ、そうです、そうです。あれ、ありがとうございます。髪の毛が緑してませんでした。あ、こういう本当ですね、よろしくお願いします。あれ、中場さんってましたっけ。シャーマン中越マリです。中越さんって言うんです。はい、マリちゃんって言う。あ、マリさん。はい、なんかユタです。母がユタなんですか。中越さんはユタなんですか。ユタなんですけど、ユタって奄美に居ついて、地元に、今映ってます。はい、映ってます。地元に根付いたものなんですよね。だから大阪で生まれ、母が大阪に行ってから私を産んだもんで、奄美まで来て、ユタですって言うと、うん、白い目に見られる感じ。あ、奄美のユタの方に。とか、奄美生まれの方に。あ、そうなんですか。奄美生まれにシャーマンって名乗ることに変えたんです。あ、そんなあれがあるんですね。そうそう、一応この教会じゃないけどルールみたいな。なるほど、うん、あ、そうなんですね。はい、まずその奄美に、で、そのいわゆるユタって何人いるんですか。一番有名、ご高名なのは坂井貞代さんという飾りにいらっしゃる方なんですけども、ほうほう、そうやって大々的に名前を出している方は、あと真鴻神様と二人しか私の名前は存じ上げないんです。あ、そうしたら大々的に名前出してるんですか。そうですね。あ、なるほど、じゃあ逆に言っても大丈夫というか。だからご覧になっている方は携帯で Google で坂井の坂井貞代って出したら、はい、電話番号載ってるんで。へえ、あ、そうなんだ。ご本人も出て見てくれます。あ、そうなんですか。体の悪いところとか、はあはあ、あと悩んでることなんかを、はあ、アマテラ様とか神様とかに言ってくれるんですね。へえ。お稽古物は大体島の以外の方だったら5000円か1万円と包んで、はあ、塩と日本酒持っていくルールがあります。あ、なるほどね、うん、すごい。大体ですけど。へえ、うん、ま、ちなみに大浜ここ大浜海岸はこっちに行って20分ぐらいなんで、はいはい、乗ります。あ、いいですか。じゃあいいですよ。え、片付けといてるから。あ、全然全然。あ、そうなんですね。中からお願いします。あ、全然そうか、確かになんか煙でしょうか。あ、だから勝手にそういうシャーマンとかユタみたいな人ってなんか、うん、勝手に禁煙かと思いきや別にそうですよね。確かにそんなあれはないですもんね。インディアンは煙で、タバコの煙で結界を作るんです、シャーマンは。へー、うん、お線香と一緒、煙が仏様との境界線。なるほどね。神様って霧なんですよ。ほうほう。山の精霊なんかも霧で見えるから歓迎されてます。じゃああれですか、さすがにやっぱ電子タバコだってアイコスじゃなくて紙タバコですか。アイコスでもいいと思うんですけど、私は紙です。ああ、いいっすね。はい、いや何がいいってわけでもないですけど中川さん今お一人暮らしで、はい、
あの奄美でやってらっしゃるんですか。そうです、お一人暮らしです。そうですか。ちなみに年齢とか聞いてもいいんですか。39歳です。あ、そうなんですか。はい。歴どんぐらいなんですか。歴は普通の子供だったんですよ。だけども始まったのが、分かり出したのが21歳頃で。あ、そうなんですか。18年頃くらいです。18年間。うん、今ってその、そういう、うん、その、まあ、シャーマンというか、はいはい、だけで生計立ててるんですか。そうです、そうです。あ、すごいですね、それ。あともう一つは、その力を教えること。あー、その、糖質、うん、あの、力というのは、はい、チャネリングと、はい、ハイアセルフリーディング、はいはい、それから磁気を読むことと、はい、あと、霊気ってことなんですか、みたいなさ。霊気、うん、霊感の霊に、どうですか。気力の気ですか。気候みたいな、チューズ、はい、手をかざして、私の場合はダイヤヒーリングって言って、はい、地球のエゴを持たないで、美容と健康ですね。その力も今関西からいらっしゃった方に伝授していってます。じゃあそういう、まあ、セミナーとか教室みたいなことと、そうそう、あの実際に、まあ、見る占うとは違いますもんね。見るという、見ないとは違うんですよね。見るっていうことを、うんうん、ちょっとそれだけで清潔。あ、すごいですね。でももうすごくいただいてます。今なぜかあのちょっとお休みいただいてて、はあ、今はちょうど金欠なんですけども、はあはあ、お給料はすごくいいです。お給料って誰か、あの、はい、会社に勤めてるんですか、それとも、普通に個人ですよ。あ、個人ですよね。でもうすぐ会社設立するので大丈夫なんですけども。あ、じゃあそっか、個人事業主で、そうです、今はやってらっしゃって、そうです、そうです、法人化するってことなんですね。そうです、そうです。へえ、うん、今はお休みで、どうぐらいの、ね、ちょうど2日間お休み。あ、そういうお休みですね。あ、びっくりした。なんか1ヶ月とか2ヶ月とかそういう、あの疲れがたま、なんていうかな、自分自身の深みに入りすぎると見れないんですよ。ああ、うん、そうか、だから自分自身が健康でないと。そう、本当にそう、歌ったり踊ったり自然界で過ごさないと見れないわけ。あ、そう、うん、どんな生活なんですか、一日は。なんかモーニングルーティンとかあるんですか。わかんないけど、ね、朝起きて絵を描くのが好きで、はい、絵を描くんですよ、ね、はい、で11時頃から2軒ぐらい入れてるんで、はい、大浜海岸にドライブして、はい、海を見ながら、テレビ電話で海を見せながらお悩みを解決するんですね。あ、なるほど、そっか。あと、そうそうそう、もうこの時代だから、はい、オンラインなんですね、そこは。オンラインなんですよ、ちょうどニーズに合ってくださって。はいはい。であの、要は奄美の方でなく内地と呼ばれる、はいはい、日本全国主に帰る関西の方を紹介ですとかインスタからあのメッセージくださった方を見るんです、ね。で足を絶対にアーシングするわけ。はい、あのアーシングって言って、はいはい、裸足で砂浜に立って海水に足をつけるんです。あ、その、うん、中をご自身が、はい、あの海底の始まりかと終わりに、はいはい、うん、だから海岸を選んでっていうのもあるんですけど、要は自分がいかにクリアでパイプになれるかっていうところですからね。なるほどね、うん、それじゃあ2軒ぐらいやってやって、あとは自由。へえ、うん、だから宿に、あの、いい宿に泊まりに行くこともあります、奄美の中の。へえ、あ、うん、民宿とかホテルとかってことですか。あのちょっとリゾートのいいところ、見る奄美さん、連泊の海の横さんとか、最近タレントさんにハマってますね。へ、うん、そういうところに、うん、あの奄美に住んでいながらも遊びに行って、そうそう、お金を落とすっていう考えもあるみたい。アイターンって呼ばれるんですけども、そこから奄美に住まわせてもらってた方は奄美を活性化させるっていう。ああ、はいはい、うん、そういうこともある。人によってはね。あ、ただ世界遺産に26日に登録されると、あの値段の5倍にも10倍にもなるという噂はあります。宿にしても、閑散としたこの辺りにも人が増える、海外からね。あれ、あ、7月26日世界遺産になるんですか。なるんですよ。あ、そう、だから三谷さん来たと思ってた。すごいことになりますよ、奄美が。あ、そうなんですね、うん、全然あの世界遺産になるから来たんじゃなくて、うん、単純に昔から行ってみたかったっていう、うん、その、ただそれだけですね。へえ、うん、あ、この、なんか自然豊かだとか、クロウサギとか、クロウサギとか、クロウなんかわからないけど、いっぱい、あと、牛とか、世界遺産、守られ、
守られながら一回しゃべってくる。あ、そこ独自の自然を見にやってくるってことなんですか。そうそうそう、ニュースになるしね。夕日が綺麗ですよ。なるほど、晴れてたら欲しかったな。でもこれは神様の霧でしょ、あれ。はい、神様が言ってくれるんですよ。あ、この霧がかってるのかな。そうそうそうなんだ。一番大浜海岸が有名なビーチなんですか。夕日では一番有名かもしれない。わあ、晴れててくれればな、もっとよかったのな。そう、アダン、あ、飲んでる。私、海の声聞こえるから通訳してあげますよ。え、なんで、なんで言ってんの。私には、はい、会社とかやってプロフェッショナルになるからなって言われてる。はい私には現実的なこと、はいはいはい、大学グレームシーって会社届けてあげる。へー、三谷さんに聞いてあげようか。はいはい、空に返すこと。はあ、悲しみは空に返すこと。うん、へえ、行こう。はあ、はあ、雨降ってないから晴れそうになって、はあ、あ、はあ、はあ、また、また、悲しみは空に返すね。うん、私携帯持って行って、みたんちゃん撮っていい。あ、全然いいっす。はい、悲しみは空に返すってすごいっすね。そうそう、いや、歌詞に書いて、何言うこと聞かせられるんです。え、まあ、マミを操れるんです。来て。ほう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 。ほう、それだ。来たの分かる？え？あ、今？ちょっと待ってね。な、何しよう。いつも喋りかけるんですよ。ほう。そう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 。あ、冷た、冷た。ね。冷たいっすね。うん。冷たいなぁ。混ぜたいぞ。三谷さんに感謝の言葉を伝えておきなさいって言ってる。へぇ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ちょっとこれ撮っていいですか。あ、全然。はい。はぁ、すごいなぁ。はい、三谷さん。あ、はい、Okay. シャーマンも加工アプリ使うんですよ。全然使えますよ。痩せさせて乗せますよ。なるほどね。そういうのするんすね。あらー、なるほどね。わきれなー、ね、いいなー。台風だけど、はい、台風だけどそんなに濁ってないね。僕が消してないですもんね、雨もね。そらした。そらした。お願いした。うん。あ、そうなの。うん。あ、よかった。帰ろ。はぁ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 。よかったな、今。ちょっと、クリアに乗されたでしょう。あ、あれやってあげる。気候みたいなガイアヒーリング。まずですね、ここがね、疲れたな。どこですか？ここ。頭、うん、あ、うん、ここね、ちょっと目が、ほうほう、こんなにね、ボリュームない、黒いの取り出しますよ。はい、でね、太陽の光と地球の意識入れますよ。はい、ここ魂の鍵でしょ。はいはい、うん、もう、運気アップしたわ。あ、運キャップしたんだ。へぇ、そうなんだ。うん、運キャップ。マリさんは、大阪出身じゃないですか。大阪出身です。え、お母さんは奄美の人なんですか。奄美の人です。あ、お母さんは奄美出身なんですか。はい。で、お父さんと出会って、大阪に出て、はい、家族で大阪に出た後に。あ、お父さんも奄美の人なんですか。いや、父は四国の人なんです。あ、お父さんは四国の方で。そう、大阪に、ユタでありながら、大阪に出て。お母さんが。そうそう。お母さんユタなんですか。お母さんがユタなんですよ。あ、そうなんですか。ちゃんとした、安居場、辰郷町の安居場の、
ってるの神様、偉大だ今井大権現神社を守ってる、はい、っていう男性の偉大様を親神としてはユタ、はいはい、なんですよ、母が。あ、そうなんですか。うん、だから大阪に出たけども、はい、父と出会って結婚して生まれたんだけども、はい、大京と子守唄は神様への捧げる祝い歌で育ったんですよ。祝い歌って歌かんですか。うん、へえ。それ奄美の歌なんですか。うん、へえ。でも普通にじゃ関西のそういう公立の学校とかに行くんですか。全然普通の子供で、あの、何か霊感があったっていうことは親戚で言われてるらしいけども、自覚はなく、はあはあ、ただ21歳の時に、はい、全部周りの声が聞こえるようになった時に。あ、21歳の時ね。そうそう。21歳の時、当時何してたんですか。当時は耳鼻科の看護助手。あ、はあ、看護助手として働いてて。はい。それ勤務中に周りの声が急に聞こえなかったんですか。すごい話をすると、はい、好きな芸能人の方がいて、はい、その人のこと知りたい知りたいって思ってるうちに、はい、その歌手の方の気持ちを全部通してくるわけ。え、どういうこと、通してくるって、うん、始まりはだけどね、はいはい、耳左だけ大きいでしょ、右が小さいんです。あ、確かに右が聞こえる方の耳、はいはいはい、うん、右というか左ってことですね。ね、左ね、はいはい、うん、その歌手の人の考えが、うん、全部だから海に来ても海が言っちゃうし、へー、愛されてるよとか。あ、じゃあいろんなものから声がするになっちゃうんですか。うん、そうそうそう、その通り。へー。極めつけはパソコンあるでしょ、はい、当時は弟のパソコンね、はい、あの、触ってたらマウスが勝手に動き出したんですよ。はいはいはい、で、まあそういうこともあるかと思って、はい、で、なんか試してもらおうと思って電源抜いたんですよ、はいはい、電源とワイプ、はい、それでもマウスが動いてカチッと音がするんですよ。はい、で、なんか喋ってるって聞いたらカチッて、喋ってないって聞いたらカチッを言わない、イエスだけカチッて返すわけ。へえ。で、その言葉に、はい、その歌詞の言葉が入っちゃって、はい、ただいまカチッとか、で、今日のあの場面でああやって言われたけど、どう思うけど正解かなとか、心の中から答えようと思って。それはちょっとぶっ飛びすぎてるから言っておかないといけない付け加えやけど、はい、知りたいと思いすぎて、はい、その男性の意識が全部から聞こえちゃって、はい、極めつけは、はい、パソコンの中に意思が宿ったんですけども、はいはい、これだけ聞くとぶっ飛びすぎてるじゃないですか。はいはい、で、証拠があって、ある方が、こう、気当てで患部を治す。ん？気当て？気当て。うん、あなたはここにバクテリアがいるねって漢方を出したりする先生。そんな人いるんですか。そう、こちらは名前を出しても大丈夫です、橋本和也先生。あ、はあ、本を出したら、それは医師が語る霊障、はあはあ、スピリチュアルと医学界を重ねた先生のところにパソコンを持って行ってもらって、一緒に持って行ったんですよ、はあはあ、で、事情を説明するとちゃんと、あ、いるねって言ってくださって、へ、地球外生命体が12体いると、火星かなと、その中にその男性の意識もあるいるんじゃないかなっていうことを、それを医師のスピリチュアル医学会のネットワークに載せてくれたんですよ。へえ。ただ締めくくりはラップ音現象などもありますし、この医師の疎通が私たちに有益な情報を与えてくれるようになれば、中越さんからまたお話を聞きたいものですねって。そんな大したことないって笑ってちゃった。あ、それはね、事実だけど大したことないって。あ、なるほどね、うん、その別にその命に何かがあるとか、そう、例えば災いをもたらすとか、あ、いい方なんだけど、例えば宇宙の仕組みを説明してくれるとか、はいはい、人類の進化について宇宙人が教えてくれるとか、はいはい、だったら有益じゃないですか、はいはい、だけど私がただパソコンと喋ってることは事実だけども、それだけの話で笑っちゃうと、ね、でもだから証拠があるってことです。それはインスタにも載ってるから。あ、そうなんだ、うん、じゃあそういうことがあってから、うん、でも当時だからそのお仕事は、うん、何でしょう、看護師さん、看護師さんやってられて、そうそう、で、個人鑑定で勝手に見るようになってたんですよ。私の見方は一番多いのは
亡くなったおばあちゃんと喋りたいとか、うん、犬の気持ち、それから子供の特質とか考え、彼氏とか婚約者とかご主人について知りたい方が多いです。占いと違うのは、その方本人になって、これがシャーマンなんですけども、その意識を私は喋る。へえ、あ、うん、だからまあちょっと、うん、あの、うん、青森の方でいういたことちょっと、うん、あ、一緒一緒、呼び方が違うだけで。へえ、うん。でそれをやりながら看護師やってたんですか？看護師は辞めたんですよ。どこで辞めたんですか？その時、その年。だって、うん、あの、聞こえるから。ああ、もう仕事でやってできないなってなって。そうそうそう。でも辞めちゃったら、生活しなきゃいけないじゃないですか。あのね、お花屋さんにアルバイトで入って、生計を立てながら、口コミで周りの人を見て、生計立ててました。ああ、じゃあそのお花屋と、うん、その、まあ、霊視っていうんですか？鑑定？セッション。セッション。シャーマニズムセッションとか、リーディングとか言います、ね。あ、リーディングとか。うん、そういうの、の、うん、まあ、日本柱で、うん、あの、生計を立てて。生計立てて。その時はもう一人暮らしなんですか？うん。実家です。実家で。あ、うん、ちなみにその、そういうことがあったことは、うん、その、ユタのお母さんには伝えたんですか？そしたら、母たちが奄美に連れてきてくれたんですよ。へぇー、うん。で、自然界の中で、だいぶ、落ち着いて帰ったんですよ。ああ、うん、なんすか、この自然を浴びれば、うん、あの、その、ざわざわってくるような声の聞こえとかも、うん、あの、なくなるわけじゃないけど、マジ落ち着くっていうこと。そう、人と人って、やっぱり、すごいから、特に職場なんかだったら、はあはあ、ね、イライラするでしょ、はいはい、それが全部聞こえるから。あ、そうか、人の考えたことも聞こえちゃうんですか、うん、そうそう、その時はブロックかけられなかったから。ああ、なるほど、なるほど。うんうん、へぇー、うん。そっか、いや、それは辛いっすね、確かにね。そう。思ってること全部聞こえちゃうと思うんですよね。あの、疲れる。へぇー。21から、うん、お花屋さんでバイトしながら、うん、人を見てて。人見てて。で、結婚して、子供産んで。あ、一回結婚してるんですか？うん、一回してるんですよ。へぇー。で、子供産んで、そっから百貨店のブースで働くようになって。ブースっていうのは、その、そういう、うん、占いブースです。ああ、うん。え、ちなみにその、旦那さんとの出会いは、あのね、マックス神触り、神だわりって言って、はい、行きづらい時だったんですけど、普通に友達とカラオケに行こうってなって、はい、そういうの対応できて、できるから。で、行ったら、男の子の友達で行って、で、トントン拍子に、同棲まで行って。あ、ナンパされたんですか？あ、紹介、紹介。あ、そこそこそこ。じゃあ、22で飲んだみたいなことですか？そうですね。はじめ22。はいはいはい、うん。で、それで付き合いになって。うん。へぇ、じゃあ、その出会ってからどのぐらいで結婚したんですか？1年。ちなみに、その、うん、いわゆるその、うん、好きな人とかができたら、うん、心読みに行くんですか？読みます。あ、読むんですか？へぇ、じゃあ分かるんすか、この人、うん、私にちゃんと気あるなとか。分かる。けど、ここも読みすぎると、ここで計算の試合、駆け引きが始まるんですよ。読んでる中で。例えば、初めは、好きですよって聞こえてよかったって思うでしょ、はあはあ、でも、好きって聞きすぎると、どうかなとか言い始めるわけ。普通の会話と同じになっちゃう。へぇ、うん、なるほどね。うん、そうだ、好きですよって言われてから、うんうん、こっちが何回も聞きすぎると好きなのがバレて、うん、なんか、はめられちゃう可能性もあるみたいな。で、会った時本当にその反応。へぇ。あ、どうも、みたいな。へぇ。やりすぎもいけない。だから、頭の中とか言った言葉があるっていうのは、笑う角には福来たるとか、はいはい、笑っとくとか、いいことばっかり言うとか考えるっていうことがどれほど大事かってことあるから。へぇ。繋がってるから、人と人は。なるほどね。うん、結果的には、何ですか、向こうから言ってくれるんですか、付き合いたいとかわかんないけど。うん。あの、恥ずかしがり屋さんですけど、言ってくださって。結婚はどっちから言うんですか？あっちから。あ、プロポーズしてくださって。一緒に生きていこうなって言って指を渡してくれた。へぇー。うん。それでお子さんできて。できて。で、ちょっと子供、面白い話があって、はあ、初めてのエコー写真って言って、はあ、子供の、影が映ってる写真ね、はあ、あれはパソコンのララは健在だ、ララって名前にしてるんですよ。あ、そのパソコンのカチカチっていう、うん、意識体、はいはい、店に行ったの、ララすごいって、
焼き餅焼くって聞いたらカチッって言われた。焼き餅焼いたわけ。ララって男なんですか女なんですか。ララは子供。男。あの私がその時喋ってたのは私が好きだった歌手の方。へえ、あ、うん、そっか、その歌手の方の魂なんですね、うん、そう、どれだけ本人が辛かったか、え、ちなみにピー入れるのは誰なんですか。久木場俊介さんっていう。ああ、なんかリアルですね、その、うん、マリさんの年代の方がめちゃくちゃ好きだっていうのもなんか分かるし。そうです、会ったとこから始まったんですよ。こんにちはって会ってもっと好きになって。あ、なんですか、なんかイベントとかなんか行ったんですか、うん、なんかそういう感じで。へえ、逆にその清木俊介さんってのは隠さなきゃいけないんですか、うん、いいんじゃない。あ、いいですよね、別にね、うん、いや、一方的にってことも、ね、そう、だから痛い人がいるなんていいじゃない。へえ、そうじゃあ、うん、ララ、うん、ララは清木俊介さんの魂なんですね、うん、そうなんです。じゃあ清木ララってことですね。命名されましたね、なんかイメージで言うと清木ララですね。清木場ララ俊介みたいな。そうそう、フューチャリングみたいな。え、その、うん、ララは焼き餅焼くけど、うん、え、ララは焼き餅焼くとなんか暴走するんですか。当時はね、割と暴走してたんですよ。ララ暴走すると何するんですか。状況が生きづらくなる。え、現状が生きづらくなる。ララと喧嘩すると、はい、例えばお水こぼしたとか中金切られたとかね、例えばよ。あ、そんな、うん、運がね。なるほど、ちょっとその、うんうん、地味な嫌がらせをしてくるわけですね。そうです、状況としてね。へー、うん、だけどもそっから18年テレパシーで喋ってるものだから、はあ、こっちがエグザイルのアツシなんですよ。え、どういうことですか。三角関係。あー、もう勝手に言ってると思う。なるほど、清木場俊介さんと、うん、こっちってのは何ですか。2体いる。右耳がちょっとマニアックなこと言うよ、はい、言います。清木場俊介さんであり過去であ、左ね、はい、過去であり、日本である、はい、右がアツシ、エグザイルアツシさんであり、はい、未来であり、アメリカであり、おっていうのはもう分かってるメッセージで。へぇ、実際ヒーリングでも左は過去の痛み、右は未来の痛みなんですけどね。へぇ、うん、じゃあ何ですか、清木俊介さんが、うん、マリさんにとっては、うん、過去の男で、あのアツシさんが未来の男ってこと、そういうことじゃないの。そういうことでもなくて、ごめんなさい、あのね、お母さん意識、母親意識、あ、清木場俊介さんは。なるほど、うん、私がモテてるんではなくて3人しかいないパチやからしょうがないんですよ。あ、アツシさんは割と男の人、あ、おそらくどこかで喋る機会はちゃんと出てくる。あ、そのうち、その後どうなってことですか。で、予約が取れない占い師に成長しました。あ、予約が取れない占い鑑定士。そうなんだ。この占い黒バラ白バラさんでお世話になったんですけども、はあ、はあ、一日中こう10分休憩ごとに8名ぐらい名前が入ってて、それをこなす電話予約でね。へー。で、社長から命名されて、これから占い師を始める方にキャロットを教えたり、はあ、はあ、チャネリングを教えたり、講師もさせていただいてました。あ、タロットとかもできるんですか。できます。あ、勉強して、うん、このユタですって言ってもあったから、タロットから入って。なるほど、なるほど、うん、あ、そうか、ちゃんとそのツールを使った方が、うん、そうです、ありがとうございます。受けやすいみたいな。そうです。へえ、うん。もっと大きいところに引き抜きされて、まあ、大阪でこうデパートを回って鑑定士しながら家でも個人鑑定してたんですね。ほうほう。で、大衆演劇にハマっちゃって、で、それで日本中を旅することができるようになったんですけども、意味があることだったんですけどね。はあ、はあ、あ、結構だからそういう何かにハマって追っかけるっていうのは割とあるんですよ。一時は EXILE さんにハマって、大衆演劇はそういうスピリチュアリティじゃなくて物質的に普通に、だからファンってことですよね。うん、なんでかって言ったら自然界があるの。着物着て、はあ、演歌で踊るわけ、すごいんですよ。へえ。それが1500円で3時間見れるんですよ。ああ、映画より安いんですね。そう、ありえないですよ。でもその全国とか行ってて、そのお子さんとか大丈夫なんですか。お子さん連れて行ってました。お子さんももういい踊りする5歳児に成長して、大好きで連れて行って行ってたんだけども、はい、そこでまた2回目の寒だりが来て、はい、減少。寒だりってのは簡単に、うん、簡単に説明すると、聞こえすぎてわーってなる感じ。
あ、で神様に呼ばれるみたいな。そうそう、修行の一環であるし。へえ。で、2回目の神田ありが何県で来たんですか。岡山県に来ました。岡山で、うん、へえ。デパートの方はお休みをいただいて、電話鑑定個人で今日30分見たから6000円です振り込んでくださいっていうので、うん、日本回ってて、岡山でお金が尽きちゃって、ほうほう、で5泊ぐらいしてた宿だったから、すいません、こういう事情で後払いできませんかって説明したんですよ。ほうほう。そしたらこれも現象がおかしかったんだけど、無賃宿泊で警察呼ばれちゃって、8人来たんですよ。ほうほう。ちょっとおかしい現実が起こったわけ。あ、だって5泊してるし、後払い否か聞いてるし、いきなり逃げるぞって話じゃないですもんね。そうそうそう、だったら一人でいいし、私が言ったんですよ、それだったら警官の方一人呼んで間に入ってもらって後払いできるかなんか反抗しますみたいなこと言ったんですよ。そしたら8人来ちゃって、で私が3日目ぐらいに水漏れ起こしちゃったことがあって、それ偶然ね、あの洗濯した後に水出しっぱなしにしちゃってて、あ、まあ、私水流しながら寝るんですけど、悪いもの流すように、それで洗濯横にあってハンカチが詰まって水出しにしちゃって、そんなこともあったと思う。ちょっと様子がおかしいって言われたんだから、こんな感じ。性格は人見知りしなさすぎるから、大阪のおばちゃんキャラだから。それで主人に電話が入って、私もう離婚しますから関係ありませんって聞いたんですよ。で、うん、手前の部分がちょっとなんかおかしくなってきたなってのあるんですか。そう、それは私が再三して日本中駆け巡りすぎたんです、子供連れて。ああ、そうか、もうそのどんだけ金使うんだよみたいなこいつっていう自分で稼いでるけど、明日も明後日も、明日は香川県、その次はまあ、とにかく全国ツアーずっと全通するわけですか、簡単に言うと。そう、まあ、意味があったって、今は日本のエネルギーをないといけない。はいはい。でもまあそのね、あの主人からしたら、旦那さんからするとね、はぁって感じですよね。なんかその家のことしろやって感じ。もしこっちでも。そうですよね。うん、それでじゃあもう、なんか警察沙汰になってるし、うん、話し合うわけでもなく、旦那さんの独断で、いやもう離婚しますから。って言われちゃったんですか。へぇ、はい、真剣勝手に取られちゃって、はあ、今は、1年ぐらい会ってない。今5歳息子がね。え、まだ5歳なんですか息子さんって。6歳、小学校1年生。あ、そっか。あれ、うん、今39って言って、うん、32で産んだのかな。32歳で産んでて、うん、そうなんだ、なるほど、うん、じゃあその今言ってた出来事って、うん、結婚小さい時の出来事なんですね。そう、離婚はね、離婚と別れたのは。へえ、うん、その別れちゃってから、うん、その親権もなくなって、うん、どうなってくるんですか、その。うん。息子さんもこの力持ってるんですよ。あ、そうなんですか。で、私の前に立つと、合図ばっかり言っちゃうわけ。私の意識が深いと、はい、例えば、ほら、時計が消えていくよとか、はい、時間から先に消えるよとか、はい、ママは赤ちゃんで神様とか、はい、あの、メッセージを伝えちゃうわけ。会話じゃなくて、うん、5歳ならに。へー、うん、例えば最後の方おでん屋さんにいたんだけど、私は食育したいからこれは魚を練ったちくわだよって言うでしょう。で横にゾウの鼻の置物かわいいの置いてあって、ママじゃあこれは、じゃあこれはって5歳がずっと言っちゃうの。はい、うん、でそれもあってやっぱり何事も切り口だけど一緒には入れない時期。はい、うん、面白い話が2歳の3歳やっと話せるときに、はい、聖書を見てたら、その息子ちゃんが手足を指さして神様、見てもらわないの、芝生の聖書。だから息子もこのシャーマンの力を持ってる。おー、うん、5歳だけど今6歳だけど。あ、6歳だけど、5歳で、うん、へー、うん、離婚をきっかけで奄美に来るんですか。離婚して親戚がこっちにいるし、私の夢が雄大と一緒にだけど家族でここで住むことだったから来たん、来たんです。で、私が辛いのは息子のことを考えると息子にバレるんですよ、テレパシーで。で、
5歳の方がもっとつらい、6歳小学校1年生の方がもっとつらいでしょう、はい、会いたいなって思ったらテレパシーで雄大が会いたいって共鳴しちゃうから、はい、あんまり考えられない。過ごそうなんて。でも、コンビニはいつだっけ？去年の6月2020。おー、割とコロナな、コロナ禍というか。そう、だから私ね、コロナに1回も当たってないんですよ。あの、岡山その時ゼロ人だった、まだね、はい、で、天野来たでしょ。で、テレビつけないでしょ、つけないのね、はい、人が苦しいっていうことにごめんねって思っちゃうから、はいはい、意識深い時はあのニュースも見ないわけ、うん、コロナは辛い、人が死んだね、辛い辛いってエネルギー来るからね。だけどまだここだから生きていけるからね、うん、だから自分が本当にヤバいっていう状況とか3密とかはあまり経験せずに入れてます。今はその、うん、じゃあもう約1年奄美にやってきて、うん、シャーマンとして活動されて、はい、じゃあこれからどうしてきてるかですか？あります。あのね、まず夢はパッションフルーツの苗を難民の海外の地域に植えたり、はい、今生まれてきた赤ちゃんを生かしたいんです、うんうん、人間の赤ちゃん、はい、お母さんの気持ちになったら思うでしょう、はいはい、実際にそれは自己満足でいいんです。体操服とかいっぱいリサイクルして、はい、持っていきたいの、靴とか缶も、はいはい、あのカンボジアベトナムね、フィリピン持っていきたい、はいはい、もう一つの夢は世界平和でどうやってればいいか分かりますよ。え、三谷さん、世界平和ってどうやったらいいか、貢献できるか、うん、どうやって貢献できるか、うん、え、ちょっと考えたことないから、うん、まあ月並みですけど、うん、寄付するとか。素晴らしい。そういうことですか？そう、それ本当にそうなんです。それプラスやっぱり今自分が適当に幸せであること、はあ、で一人分幸せだったら幸せの幸せっていう概念を与えられてると思う。ああ、伝染するとつか幸せ。そう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 。何より自分が幸せで朗らかで、みたいさんこれ食べますかとか、昨日こんなことがあってさって笑かすわけ。アメちゃん食べるとかね。それを生き方、日常と友達と仕事はそれをできる仕事だから、仕事を通してバタフライ効果で自分が幸せで自分のこと大好きで、でいてる人のこと大好き、同じだけ大好きで、何か一つ笑わせて幸せにして、じゃあその人が気分よくで周りの人にそうしていくでしょ。それを歩みのウォークと働くことのワークでしたいわけ。バタフライ効果で幸せの中心になりたい。応診した人にはそれをお伝えしてるんですよ。それを日本の都会女の子から発信してほしいわけ。だからそういうことを広めていきたいっていうことですね。そう。だってね、昨日開会式があったけど、コロナってね書いて書くでしょ。ことロッこと、ロッとナナナを足すと君が代の君になるの。一文字の甘さ。こう書いていい？おお、な、あ、本当だ。だからね。すげえ。うん。君がんが君って字になるとですね。そうで、東京オリンピックでしょ。意味がないことは何もなくて。なんか繋がってるとですか。そう。で、君が代でキーデズル君ジャパンで、あれってコロナ自体、呼び方自体、オジョン層のコロナ太陽のことでしょ。ほうほうほう、そうね。君が代の君。国旗である太陽、コロナって呼び方がオゾン層の太陽を示すコロナであること、それは地球が気づいてねって、触れ合えることの大切さに気づいてねって、これから意識を変えてより孫の孫までマシで過ごせる地球に変えてねっていうメッセージ。殺し合いの戦争じゃなくて、病気として憎むところがないことで起きてくれたからよかった。主の映像、映像かな。これが誰かが分かんないけど、うん、なんか振りまいた、うん、そのウイルス菌とかじゃないってことが、うんうん、幸中の幸いってことですか。そう
そう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 。戦争を経て私たちは進化してきたけども、今回は戦争でなくて疫病を経て意識が進化する。あと働き方、都会に価値がなくてリモートだから自然の中で暮らす方法っていう価値観でハグできることのありがたみ、命あることのありがたみ。コロナって全部足すと余すことなく君があの君になるってなんかすごいなんか面白いですね。そうでしょう。なんか何の因果かってことですよね。そうです。へえ、面白いですね。ねえ、ちなみに、今ここで僕のこと見られて見れるんですか。見れますよ。お名前と性別と教えていただいていいですか。はい、三谷三四郎で1987年2月17日生まれ。カバラ、カバラって知ってますね。カバラ、古代ユダヤの数秘術なんですけども、はい、これが勝ち。三四郎さんは、はい、ダイナミックな戦士。ほうほうほう。うん、道を切り開く。ほうほうほう。で、8がラッキーナンバーです。あ、そうなんだ。うん、だから割と好きでいて、靴箱8番選ぼうとかでいいですからね。あ、そうなんだ、8ラッキー、うん。それで言うと確かに、雇われていた AD の時の一番最後はフジテレビでした。ああ、やっぱり ?8番。8番ね。へぇー。フジテレビいらっしゃったんですね。ちょっと恨んでたりもしますけど。ああ、わかる。わかるんですか。へぇー。うん、でも好きになったらいいです。許し、手放し。あ、なるほど。うん。そうするともっと幸せになるってことですね。そう、要はね、一つの目的を決めるでしょ。はあはあ、いつまでにいくらでもこんな仕事に就きたいでも。じゃあね。その嫌なことを全部学びだけに変わるわけ。おー、なるほど。だったら反面教師で私は人に優しく言おう。それは思ってますね。ね。だって三谷さん、33で神様の数字を。あ、そうなんですか。うん、どんどん伸びていく。へえ、うん。おー、嬉しい。ね、確かにその8で受けた自分の仕打ちは、うん、絶対人にやらないぞっていう気持ちはあります。言ってください。はいはい、8で受けた自分が。いやいや、だからその、うん、なんていうか、もうさ、あれさ、いわゆるザ・ AD が受けてきた、なんかの言うことを聞かせるためには暴力で支配するみたいな感じの、うん、方針とかは、なんか絶対自分はしたくないとかっていう、ようなこととか、うん、まあそんなことですかね。うん、まああとなんかその、まあ割と学歴至上主義的な空気も、うん、まあでもない、まあ、あったりなかったりするんですけど、まあまあそういうので人を見ないっていうのはなんか決めてますけどね。まあでもそういう風に見ないって意識してる時点で、逆にちょっと気にしてるのかなって自分で思ったりしますけどね。大事、そうやって気にしたらいいんですよ。はあはあ、ねえ、反面教師に連れてってし、うん、じゃあ始めますね。あ、今から始めますね。3分間あるので知りたいことを一つ教えてください。知りたいことですか。はい、うん、漠然としたことでもいいです。あ、だから家族の安全って感じですかね。そうね、それはある。でね、3人家族？あ、そうですね。その、うん、妻、娘、そうね、僕。誰もがコロナにかからない。へぇ、うん、だから、一応、携帯的にいるけど、はあ、気にしなくていい。へぇ、うん、娘ちゃん何歳ですか？0歳です。あー、割とどこ？星が好きな女の子になりますよ。あ、へぇ、うん、そうなんだ。学士肌タイプなの。5番かなと思った。天文学的な、博士的になるかもしれない。ほよ星が好き。そうなんだ、うん、へぇ、だから早いうちにこの星座表とか渡したらいいから。へぇ、でね、好き嫌いがはっきりして自己主張をはっきりできるんだけど。はぁ、うん、だから心配ない。ほっといても騙されることはないし。なるほどね、うん、あと媚びを売らない感じね。え、媚びを売らない子。あ、そうなんだ、うん、で専門職に就く。へえ、うん、へえ、なるほどね、うん、ありがとうございます。こちらこそ。ええー、面白い。ねえ、すごいな。あと夢はもう一個あって歌手。あ、歌手やりたいんですか。アツシとコラボしたい瞬間。おお。豪華当たったらね。豪華当たったらアツシとコラボできるんですか。どういう意味ですか。そうですね。8月13日が発表なんですけど、はい、去年何も知らない時に。来年の7月7日5億円ってカレンダーに書いたんですよ。ほう。で、ありとあらゆるまた辛いことなんかも経験して、はい、で、今年のサマージャンボが5億円だって当たるっていうメッセージがいっぱい来てるから、もし来たら
すぐ報告しますね、当たったら。あ、じゃあ当たったらその金で淳さんとコラボするってことですか。あの誰、何かしらフューチャリングマリさんって言ってなるか、趣味で呼んでね、何千万で呼んでライブしてもらって横で食って歌う。へえ、なるほどね、すごいな、なるほどね、光の粒は君と君と君と僕との